青空りね YouTube チャンネルへようこそ。今日はフルーツフルセッションの3回目、東北在住のおさむくんからご感想をいただきましたのでご紹介させていただきます。フルーツフルセッション第3回目、2月末の月曜日、第2回目のプラムツリートリガーワークに続く第3回目、真の豊かさにくつろぐフルーツフルメディテーションをお願いしました。実は2回もセッションを受けたんだからもう気分はすっきり、悩み事なんてありませんよという気分でした。エリーさんにセッションを受けたいのに悩みがないのが悩みですよと連絡したことがあったくらいです。仕事はすっかり順調、職場の人間関係にも溶け込めるようになりました。ただ家庭生活は別でした。1、悩み、ストレス、問題解決したいことは？今回の悩みは自分の娘のことです。3年前に大学を卒業しましたが、残念ながら就職活動はうまくいきませんでした。アパートを引き上げさせ、実家に戻らせました。アルバイトをしながら実家暮らしをするようになりました。アルバイトに行き、帰ってくるとテレビのバラエティ番組に笑い転げ、部屋の掃除もしないでゴロゴロしている毎日。次第にそういう姿を見ていることが苦痛でたまらなくなりました。小さい頃からお父さんそっくりねと言われていた我が娘、ゴロゴロしてばかりでだらしないところも私そっくり、嫌なところばっかり似るものだと思いながら、いつまで続くかわからない暮らしに我慢がならなくなりました。顔を見るのも嫌になりました。ある日とうとう怒りを爆発させてしまいました。私は娘に、これからどうするつもりなんだ、いつまでも親の世話になるつもりかと叱りました。感情のままに怒りを爆発させてしまいました。それから口を聞かない間柄になりました。お互い顔も見ませんでした。その時期は苦しい時期でした。私の家内も妻として母として苦しい思いをしていました。黒い雲に囲まれて暗闇の中で光が見えないとも言われました。結局娘は家を出ることになり、アパートを借りて一人暮らしを始めることになりました。引っ越しの手伝いを私は全くしませんでした。今もどこに住んでいるのか知りません。知ろうともしていません。実家にはたまに来ますが、私は娘の顔を見ません。見られません。私は自己嫌悪に陥りました。仕事にかまけて子供のことをちっとも大事にしていないダメな親なのだと自分を責めていました。2、セッション後はどうだったか。前回使用したプラムツリートリガーワークを使いました。1番から12番まで設問があるにもかかわらず、6番にすっきりしたならここでストップも OK と書いてあるあれです。前回は6番目の設問で OK になったのですが、今回こそはそうはいかないだろうと思っていました。今まで通りスカイプを使ったセッションです。お互いの画像と音声を調節した後で、私は今抱えている悩みを話しました。ダメな親だと自分を責めていると話しました。エリサの答えは私にとって思いもよらないものでした。それ何か悪いですか？言葉を失ってしまった私にエイリーさんはさらに語りかけました。おさむくんは立派な親だと思いますよ。大学を出して仕事もできるようにして、一人暮らしをさせて、立派に独り立ちさせて、どこが悪いのかな、あーと思いました。そうかと思いました。俺って立派じゃん。大学まで行かせて独り立ちさせて、悪くなんてないじゃん。思わずこんな言葉が出ました。
今回は6番どころか設問に入る前に解決してしまいました。黒い雲に包まれ光がない道で、いきなり雲が晴れ、太陽がさんさんと輝き始めたようでした。今回は悩み事を相談する前にセッションで使うワークシートと青空意識について説明をいただいていました。ワークシートの上の部分には青空と輝く太陽と雲と虹が描かれています。青空意識というものはさっと、ちっと、あーなんだという3つの言葉でも表現されるそうです。存在であるさっと、意識であるちっと、そして至福を示すあーなんだ、この3つ。このあたりは難しかったので間違えて理解をしているかもしれません。ともかく私は親として子供を育ててきて、今独り立ちさせることができた、そう気づくことができました。それでいいんだ、そうだったのか、あーなんだ、本当にあーなんだと思いました。そして私は自分を苦しめていた黒い雲を切り離すことができました。娘の自立をこれからもサポートしていこうと思います。娘は自立した後、アルバイトではなく正社員として仕事を続けていくことにしたそうです。この先も山あり谷ありだと思いますが、親子として共に生きていこうと思います。このセッションはどのような方におすすめだと思うか、この動画をご覧の皆さんにまず一度受けてみることをおすすめします。エイリーさんの一言で生きることが楽になる、そんな瞬間があるかもしれません。おさむくん、素敵なご感想ありがとうございました。立派ですよ。おさむくんからこの悩みを伺った時に、私はカフカの絶望名人カフカの人生論からカフカの言葉を引用して読み上げました。柏木弘樹さんの翻訳の本です。どんな文章かというと、説明欄に書いておきますので、その動画もぜひご覧ください。おさむくん、どうもありがとうございました。真の豊かさにくつろぐフルーツフルメディテーション、そして無心の一呼吸、ぜひ続けてやってみてください。それではまた、エイリでした。